この押せてる感覚がないとやっぱダメで、あ、これぐらいこうね、はい、ああっていう、もう今年の大谷選手は三冠王を取って40盗塁をするんじゃないかと。先ほど名前出ましたの近本選手が、あのね、ギノザで、まあ、インタビューで吉本さんされた時に、うん、あの面白いこと言ってませんでした。右手と左手の軌道が、だからその右手の軌道と左手の軌道は違うから、それを合わせてどのこうのってたんですよね。あ、そうだ、だから右腕の軌道こういうような軌道にするんじゃないの、こういう使い方、こうでしょ、で左手は押さえるのかな、あ、そういうことなんだろうね。右手は早く軌道、ボールの軌道に入れて、左は逆に上から叩くイメージ。ああ。どういうことだろうと。だここにこう軌道に入れて、こういうふうにするってことなんだ。だからどっちかっていうと、近本選手はあれですね、こうやって短く持ち上げる。こういう感じ。そうそう、だから、そうなの。だからそこ、こういってから、こうなの、はい。ヘッドの多分もしかしたら、だってスピードが上がるとか、うん、そういうことなんかな。あるかもしれない。うん、で左だからこっちの手がすごく強いんですよ、やっぱり、うん、それ後ろの手が強くないとなかなかできませんよ。先ほどもおっしゃってましたけど、左で最後押し込む人と右で押し込む人と、押し込む手は右で引っ張るんだよね、はい、うん、こっちグッと、やっぱり僕はだからどちらかというと右投げ左打ちなんだけど、意外に左腕の押し込みが強い方のタイプだったんですよ。あ、だから反対方向に持ってたし、はいはい、僕のイメージっていうのはバットをボールをやっぱ内側に入れたいんですよ。ここを叩きたいわ、叩くイメージ入れて、それでこのヘッドがこうしなった時にボールの外を叩くようなイメージなの。バットを中に入れてボールの外にを叩くようなイメージでティーバッティングなんかはしてるわけ。緩い、だから僕緩いボール、まあ落合さんほど緩いボールは打たないんですけど、普通のボールをそうやって打つのは、バットを中に入れてから、ボールの外を叩くようなイメージで、ここでレフト方向にフックボールを打ちたいようなイメージなんで、これダイヤモンドにこういうふうに入れたいんですよね。インコースの方はスライスで打ちたい。外はフックでダイヤモンドに入れていくみたいな、バットの軌道をやっぱり作ってたんですよ、僕は。今よく手首を返さない。バットの返さない。そうですね、こういうね。こういうやつ。そうですよね。ある。手首的にそれ耐えられてるのかどうか。でも返ってるでしょ。だから、イメージなんだよね。こう、要はここまでこうやってボールを押して、こういう、さっき言って、こういうふうに打つんですっていうイメージで、こうやって最後振り切るんだから。うん、返るんですよ、自然に。自然には返りますよね。だからそれは、多分バットのヘッドが縦向いて、こう返る人なんだよね。そうですね。で、こうなんでしょうね。うん。うん、だから今でもこうやってスイングする人少なくなった ね、 そうですね、昔の王さんのような、うん、だから僕はそのピッチャーの攻めてくるボールだとかいろいろな球種によってバットの軌道って変わってくる、変わるんだよね、やっぱり、そう思うよ、うん、今 YouTube なんかでもすごいこういうの出てるもんね、こういうのね、ほんといろいろ出すぎてて、うん、自分が合ってるものね探せば、僕はそう思いますね。基本は僕ここはレベルに触れと思ってるんだよ。基本は。うん、レベルスイング。僕の基本はレベルスイング。アッパーでもダウンでもなく、レベル。レベル。僕の基本はね。低いボールどうぞなれば、当然、だって後ろの肩は下がるじゃん。これがレベルじゃん。ここ上がればレベルになるわけで。肩のラインとバットのライン。バットのラインをやっぱり一緒にしたいわけ。僕は。こうはなんないんだよね、だから僕もそうなんですね、ならないよね、力が伝わらない気がする、伝わらない気がするわけ、僕はね、それはそれでいいと思うんですよ。二方の現役時代の一番のこだわりっていうのはありました、なんかこだわり、まあ、でもあのお客さんが打球こういう軌道で、僕はやっぱりどこに飛ばすっていうよりもやっぱりこの押せてる感覚がないとやっぱダメで、あ、これぐらいこうね、はい、ああっていう、あ、じゃあすごく左手にグッと感じるわけだ、はい、左手に厚みがないと、あ、よくそのホームランバッターが感触がなかったら抜けた感じがする、僕あれ嫌いなんですよ、あ、押し込んで感覚があった方がいいんだ、重さがないと、あ、なるほど、あ、抜けるというか、押せたっていう、ギュッっていうね、はい、ああ。
捕まったっていう。わかる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 。バッティング練習はそこ、もう、あ、今日はいい当たり方をしてるっていうのが自分の中でその感覚。ちょっともう左腕の感性というか、左腕の感覚なんだよね。はい、だ僕らの若い頃ってのは、右腕、引き腕をすごく大切にするって言われたの。でも、ジャンボさんがね、ゴルフで、ゴルフは右腕の感性だと。後ろの手の。はい、それからちょっといろいろ変わってきたんだよね。後ろの手の大切さ。それで僕もちょっと左腕の感性っていうのは、を大切にしてきましたよ。はい。さんも左手。やっぱり左手。もう左手。左手なんですね。じゃないと飛ばない。飛ばない。やっぱり、こっちよりも、こっちのこっちからや。ほら、ボクシングノックアウトしたのこっちだもん。左だったらこっちでしょ。うん。過去のいいバッターで、右手っていうか、左バッターだったら、右手で、とタイプって誰ですか？ホームランバッターいないでしょ。そんなに。だから松井さんが右なんですよね。右、あ、右か。はい、右手。こっちなんですね。だから、あまりに松井さんは、レッドオークのホームランは少ないよね。あ、なるほど。大谷も明らかにこっちですよ。こっちでしょ。だってこうやってやって、かかってくる。うん。だから、大谷選手もね、最初の年はアッパーに行ってましたよ。で、2年目、3年目がレベルに入ってる。ちょっと打率上がったでしょ。はい。最初は縦振りに近かった、ね。そうそう、ちょっとこういう感じ言ってたよね。で、それが、今、アッパーじゃないからね、大谷選手。全然違いますよ、ね。違うよね。もう、こうやって、もうこれぐらいがぴったりなんだよね。もう、レベルに振ってる。レベルに振ってる。だから率も上がってくるから、もう今年の大谷選手は、三冠王を取って40盗塁をするんじゃないかなと思って。それを狙ってんじゃないかなと思う、はい、俺。もうそんな感じします。だからバットも今年短くした、ね。短くしたっていうから。率上げようとね。それでもだから自分でも飛ぶというのも分かってるんだよね。分かっても十分。長くなくても大丈夫。長くなってもいろいろ試して、だから究極のバッティングの数字を追いかけてるんじゃないかな。ああまあ今回打つだけの戦略。打つだけだから。で、40盗塁。どうですか、これ。大谷選手の右足のタイミングの測り方、ほぼノーステップに近いような、あれはいかがですか？あの体があって、パワーがあって。僕もあの体があればね、無駄なことしません、ね。僕らはその力を貯めて、出さないと。貯めてという、こういう、バーンってしなきゃだけど、190センチぐらいでしょ、93とかぐらい。こんなだよ。だってあのメジャーの中に入ったって、全く見劣りしないんだから、でかいぐらいの。メジャーで一番飛ばすんですよ。そうなんです。だから、その、ああいう打ち方では僕はちょっと、僕は無理だと、僕は無理ですね。大谷選手面白いのが打った後に、なんか、年の3年発見してましたけど、なんか瞬間移動的に動きますよね、両足が。だから、こっから体幹の力が強いのと、また下が硬いっていうのもあると思うんですよね。噛まないっていう。あの、土がでしょ。はい、そうです。僕もだから、この間って、おとといは東京ドームのサントリーモルツの野球出て、あのバッターボックスの硬さにびっくりした。硬、はい、いんですよ。あれは、僕らじゃこうはできないでしょ。はい、こうなんない。削れますからね。じゃあ、膝痛めよ。もうコンクリートの上みたいなんだもん。刺さらないでしょ、スパイ剣が。いや、僕はもうびっくりしたの。だから力を逃がすというか、どっかでやらないと、そう、僕らの時代のように、ズズズズズってこんな感じにならないんだよね。だから自分の中で本当、逃がさないと怪我するんじゃないかな。硬いんですよ。だから意外と吉野さんも僕も、どれ右手の方が力強いんですか？まあ、握力で言うとそうですけど、でも左手も強いです、僕。あ、一緒。僕も71、71ぐらいだった。あ、同じぐらいです。だから、左手一本ってこと。左手一本。あ、やっぱり70ぐらいあったんだ。あります。似てるわ。握力だけは強いんです。僕、握力だけ強かったの。で、変わらなかったの、右左。もう変わらないです。まあ、若干ですね、若干左が弱い。弱いんだけど、でも、ほとんど変わらないです。うん。で、骨折したからちょっと弱くなって、ずーっと鍛えてたの。だから押し込む力がないと遠くへ飛ばせないってことですよね。だから巨人が勝たないと放置的には困るわけじゃないですか。そうなんです。だから巨人頑張ってください。そうですね。巨人が頑張らないといけないですよね。頑張らないから。巨人が頑張らない。はい。阪神は普通にやらせてください。巨人が頑張る。はい。
本日ありがとうございました。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 あ、そうなの。でも、だけど、じゃあ強かったんだよ。あ、でも強かった。あ、でも、プロに入って、あ、こんな打ち方でいくんだし、使うことが。はい。もっと楽になるね。幅が広がる。はい。ポイントをちょっとこっちに入れるんだよね。